人間の体っていうのは土地からできたものでできてるんですね。これはもうまず第一原則なんですよ。世の中でこれがいいとかあれがいいっていうのはほとんど間違いですよ。体にいいなんていうことはいっぱい要素があると。40代後半の男性です。数ヶ月前から体に悪いとされる食品、洋菓子や甘いもの、脂っこい食品をやめましたと。やめてから逆に体の不調があちこち出始めた。体が改善する前に悪いものを排出するという好転反応というものは実際存在するのか、武田先生のお考えをお聞かせくださいと。体に悪いとされる食品、お菓子やケーキなどの甘いものをやめると、必ずしも体が健康になるわけではないのでしょうか。人によってはこれらの食品を突然やめることで逆に体調を崩すこともあり得るのか。ストレス、食生活、睡眠、運動など多岐にわたる要因があると思いますが、武田先生が考える、最も体に大きな影響を与えるものは何でしょうか。またどんな心持ちで生活することが大切でしょうか。はい。ですね、人間の体っていうのは、日本の土地からできたものでできてるんですね。これはもうまずこれが第一原則なんですよ。ですから、ヨーロッパから来たものとかアメリカから来たものっていうのは基本は日本人に合わないんです。で、これはだからもう具体的な例を時々私が言うんですけど、わかめを食べたら日本人はわかめは美味しいんですけど、外国人というか日本以外、まあ南朝鮮の人を別にしたらみんな下痢するんですね。っていうのは日本は周りが、海でしたから、そこから海藻を取って食べ始めてるのが大体まあ僕のこれ推定ですけど3万年ぐらい前だったと思うんですね。したがってもう完全に、それでもワカメの場合はまだ胃液の中には、日本人の胃液の中にはまだワカメを分解するものが入っていないんで、腸内細菌で分解してると言われてるわけですね。で、これがまず一つ非常に大きいわけです。それから、体にいいとかいうのは極めて怪しくて、普通ですね、栄養学者とかいろんな人が言っている体にいいっていうのは全く根拠がありません。ほとんどの場合。私は科学者ですから、体に、これが体にいいって言ったら必ず体にいい根拠、データを調べて、それでデータ的にかなり、そんな、アメリカ人とかそういうところのデータは全然使えません。で、こういう点って人によってものが違うということはですね、学問的にはもうはっきり分かってるんですけど、それをちゃんとネットなんかで言っとられるのは、小崎さんもご存知の石黒先生だけですね、僕の感じと。石黒先生はちゃんと、例えばこういうことも言っとられますね、石黒先生。野菜が体にいいと言うと。確かに若干はいいと傾向にある。冷たい野菜、冷たいサラダを食べるか、温野菜を食べるか、どっちがいいかって言ったら、腸の弱い人は温野菜がいい。腸が強い人は生野菜でもいい。こういう言い方を彼されてますけど、まさにその通りで、野菜ですら、野菜サラダがいいとは決まってないわけですよ。それで、日本人とはもともと腸が弱いもんですから、江戸時代までは野菜はほぼ全部を煮るか、それともおひたしみたいなのにして一回繊維を少し柔らかくして食べてるんですね。それからもちろんよく塩を食塩を取ると血圧が上がるなんて言ってますけど、あんなのは嘘で、食塩を取って血圧を上がる人は5分の1、5人に1人しかいません。日本人はですよ。日本人。これは日本人であるか外国人であるかで違うわけで、どうしてかっていうと、日本人はもう周りが塩だらけの国でしたから、例えば魚の干物を食べればもう塩辛い干物だったわけです。したがってそういう体質になってるんですが、ヨーロッパとか内陸で肉食する人っていうのは、海から離れてるから、塩が取れないので、動物の肉から塩を取るということになるわけですね。一番塩の取る量が少ないのはエスキモーですけど、ものすごく日本人のまあ20分の1ぐらいしか取らない。それをその厚生労働省なんかがですね、横軸に塩の取る量を取ってこんなことになってて、塩は少ない方がいいって、そんなバカなことないんでね。それはその人によって違うんです。で、この場合ね、なんで私がそういうことを先に言ったかったら、体に悪いというものをやめると体の調子が悪いっていうのは、これも非常に当たってるんですよ。それで、こういった食品の学問とか、環境学で非常に高いレベルで議論されるときにはですね、自分の今やってることが正しいんです。なんでかって言ったら、今自分がやってることっていうのは、何らか自分の体とか気分だとか、そういうのを適合してるからいいんですね。で、しかし、この頃ね、二つの問題が、その時二つの問題なんです。一つは砂糖に代表されるような、
300年ぐらい前に登場したもので、人間が美味しく感じるものは危ない。つまり、長く3万年前からありますってやつは絶対大丈夫なんだけど、300年ぐらい前だったら危ない。それからもう一つは近代のおせんべいとかそういうみたいに、売るために一番美味しい状態にするっていうのも危ない。この二つが危ないんであって、それは特殊なもんなんですね。それから人間の体っていうのは突然は変わらないので、例えば体のいいものに切り替えるのを徐々に切り替えて、それで自分で切り替えてしばらく2、3ヶ月見て様子を見て、そしてまた考えるっていうふうにしなきゃいけませんね。石黒先生みたいにこう、全部のデータを取っておられるんですよ。石黒先生は全部データを取っておられるんだけども、最後に人に勧めるときは必ず自分で2ヶ月ぐらいテストされてますよね。で自分が食べて、日本人としての自分の反応でいいかと。まあそういう点じゃですね、まあこのご質問の人は男性ですけども、女性の方が本当にむちゃくちゃなこと言うことあるんですよ。あれが先生、体にいいらしい。いやいやいや、体にいいなんていうことは、あなたの体、それからいつ頃から切り替えるか、日本人かどうかっていっぱい要素があると。ですからまあ、おおよそ、その一番ひどいやつはご飯を食べたら糖尿病になるってあれ全くの嘘で、まあ、糖尿病がものすごく増えちゃったわけですね。ああいった例がありますので、今言われてる人の言うことは誠にその通りなんで、食べ物を変えたら体の調子が悪くなるのが基本ですね。この世の中でこれがいいとかあれがいいっていうのはほとんど間違いですよ。僕の言うところ。ですから、そういうことにこだわらずですね。まあ、ここ300年ぐらいで出てきたようなやつは、まあ、相当気をつけて取り入れなきゃいけない。ということ言えますね。だから、このところ、今の人がですね、何層にも間違いがあるので、なかなか難しいんですけど、気をつけてやられたらいいんじゃないかと思います。うん、もう、本当に多くの人に同じ問題がありますんで、聞いてる方、ぜひ参考にしていただきたいなと思いました。そうですね。まあ、基本は、だからそこの土地で取れるような食で、要は、まあ、何万年、もう何千年という歴史、人間が証明してきた良い食べ物っていう。大体1万年って言われてるんです。1万年ですか。なるほど。はい。皮膚の色が4000年ぐらいなんです。だから、まあ、例えば日本人が、イギリスに行ったら色が白くなるの4000年という感じですので、内部の消化器系とかそういうのは、一万年って言われてますね。一万年ね。だからまあ最近現れてきたそのね、人間が美味しいと思うような砂糖みたいなものとか、あとは食品会社が美味しいとさせるようなまあ添加物っていうのは基本的にはその人間にはまあ合わないようなものであり、いや添加物が悪いわけじゃないんです。今添加物が悪いって言ってるからみんな誤解したんだけど、添加物が悪いんじゃなくて、美味しく食べさせるために日本人の体質に全然関係なく。塩をちょっと入れたり、砂糖入れたりなんかして、調整しちゃうでしょ？はい。はい。その調整するときに、実は、それが体にどうなってるか、それで具合のいい人もいるし、悪い人もいるっていう、試験を一回もしてないんですよ。なるほど。だから、それはダメだ。わかりました。ありがとうございます。幸せ砂時計では、メルマガを配信しています。メルマガでは、登録者限定の動画プレゼント、YouTube ライブやイベント情報などをお届けします。概要欄の URL をクリックして、ぜひご登録ください。